皆様お疲れ様です。パーソナリティの椿です。日本にしか生息しない生き物のことを日本固有種と言います。自然豊かな日本は世界的に見ても生物多様性に富んでおり、固有種が多く分布する国として有名。固有種の多さが一因となり、生物多様性の保全における世界的な重要地域、生物多様性ホットスポットに選定されているほどです。日本に固有種が多い理由には、島国であることや国土が南北に長く気候に恵まれていること、標高差があり地形が複雑であること、そして数多くの離島があることなどが挙げられます。これらの要因が重なり、日本独特の豊かな自然が生まれ、そこに適応した固有種が数多く生息。日常生活ではなかなか気づきにくいかもしれませんが、世界的に見ても日本は特殊な環境なのです。そこで今回は、海外でも話題になった日本固有の魚の話題など、様々な日本の固有種についてお話しいたしましょう。日本の海は種の宝庫。地球の海域は太平洋、大西洋、インド洋の3つに大きく分けられます。そのうち日本の周辺水域が含まれる太平洋北西部は世界で最も漁獲量が多い海域、世界の漁獲量の約4割を占めています。中でも海に囲まれた日本は水産資源が豊富、広大な領海と排他的経済水域 EEZ を持ち、南北に長い日本近海には4つの暖流、寒流が流れています。暖流と寒流がぶつかる潮目には魚の餌となるプランクトンが大量に発生、両海流に生息する様々な種類の魚が多く集まってきます。世界トップクラスの生物多様性を誇る日本の海、世界127種の海生哺乳類のうちの50種、世界約1万5000種の海水魚のうちの約3700種が日本の海に生息しています。そのうち食用種は400から500種、沿岸域から沖合、遠洋まで多彩な漁法で様々な魚種を漁獲しています。2020年の漁獲量で見ると、魚種別ではマイワシが 70.1 万トンで最多、そしてサバ類、ホタテ貝、カツオ、スケトウダラ、カタクチイワシ、ブリ類、マアジ、マダラ、サケ類、スルメイカと続いています。また漁だけでなく養殖業も盛ん、ブリ類やマダイなどの魚類、カキやホタテ貝などの貝類、海苔やワカメなどの海藻類が養殖されています。日本固有の海水魚は約1900種、日本にしかいない海水魚は非常に多く、日本の海は海水魚の楽園なのです。日本固有の海水魚をいくつかご紹介いたしましょう。1. 友禅。友禅は伊豆諸島や小笠原諸島などにのみ生息する長々魚科の魚です。一見地味な色にも見えますが、実物を見ると黒と白のグラデーションがとても素敵なんですよ。この絶妙な色合いが友禅染めのように美しいということから、その名が付けられたと言われています。 2. 高部。本州から九州の太平洋側に広く生息する高部はダイバーにとってはおなじみの魚。伊豆などで見られる高部の大群が渦を巻く姿はパワフルで美しいですよ。高部は塩焼きにすると絶品、見てもよし、食べてもよしの日本の宝です。 3. ししゃも。フライや干物にして食べることが多く、日本人にとって馴染みのあるししゃもは、実は北海道の太平洋岸でしか取れません。ししゃもによく似たキュウリウオやカラフトししゃもといった魚が食卓に並ぶこともありますが、それらは分類学上は違う魚です。 4. 水玉ヤッコ。水玉ヤッコは日本のガラパゴスと言われる小笠原諸島の固有種。広い地球上で小笠原諸島にしか生息していないという、まさに固有種中の固有種です。世界中で小笠原諸島にしかいないと言われると、一度でいいからこのおしゃれな姿を見てみたくなりますね。
団子魚が海外のネット上で話題に。団子のように丸みを帯びた独特の体型と吸盤状に変形した腹びれなどが特徴の小さな魚、団子魚。基本的に冷たい海を好み、新潟から山口あたりの日本海側や青森から三重あたりまでの太平洋側などに生息しています。特にダイバーたちの間で人気が高く、ダイバーのアイドル、真冬のアイドルなどとも呼ばれる団子魚。小さくてカラフルな体やクリクリした目が可愛らしく、不思議な泳ぎ方もキュートですよね。その可愛らしさゆえに、ぬいぐるみやワッペンなどのグッズも多く、団子魚はキャラクターとしても好まれています。団子魚の生態についても簡単にご紹介しましょう。団子魚の体長は成魚でも2から4センチにしかならず、幼魚は数ミリ程度。体の表面はすべすべしていて、正面から見た顔の形はスライムのようです。ヒレは胸、背、尾にありますが、小さくて目立ちません。オスは背びれが大きめでトゲトゲしており、メスは背びれが小さく丸みを帯びています。腹部には吸盤が1つ。日中はその吸盤で海底の岩や海藻にくっつき、じっと身を潜めています。水槽で観察すると、吸盤で岩や底にくっつく様子はマスコットのようで可愛いと評判なんですよ。この吸盤は腹びれが進化したもの。団子魚は泳ぎが苦手なため、吸盤で海底にくっつくことで急流から身を守っているのです。団子魚は夜行性。夜になると餌を求めて海底を動き始め、小さな甲殻類や軟体動物、動物性プランクトンを食べています。泳ぎ方は魚としてはユニーク。海底を飛んだり滑ったり漂ったりするように動く姿は、なんだか必死に見えて微笑ましく感じられます。そんな可愛らしさに反して食べる様子は豪快。餌に静かに近づくと吸い込むようにして丸ごと食べてしまいます。また団子魚の体色は個体によって異なり、とてもカラフル。これも団子魚が可愛いと人気を集める理由の一つです。体色の種類が多いのは、くっついた場所に擬態をするため。散らばって身を隠すことで、より多くの子孫を残そうとしているのです。体色は緑色、赤茶色、褐色、黄色、白、紫色など、同じ親から生まれても環境や餌によって体色が異なるそうです。それから団子魚の幼魚は、生まれた直後だけ頭部に天使の輪と呼ばれる白い輪の模様が見られます。天使の輪がある幼魚は可愛いと話題になることもしばしば。孵化から7日から10日後には模様が消えてしまうというレア感もあり、特に人気が高いです。そんな可愛らしい団子魚ですが、自然界での寿命はわずか1年ほど。オスメスともに繁殖で力を使い果たしてしまうためと考えられています。水槽できちんと管理して飼育した場合でも、寿命はうまくいって2年のようです。この団子魚を先日、海外の巨大サイト9ギャグが、日本の団子魚はまるでピクサー映画のようだというタイトルで取り上げたところ、再生回数が1400万回を突破、7万8000件以上のコメントが投稿されるなど、外国人に非常に大きなインパクトを与えていました。寄せられた反応の一部をご紹介しますので、ご覧ください。海外の反応。マジかよ、こんなに可愛らしい魚は初めて見たよ。ピクサーはショート作品を今すぐに作ってほしい。アメリカ。他の子たちと交流して、目を動かして餌を追って飛び跳ねて、好奇心に満ちた表情を浮かべる。もう完全にあの子たちのファンだ。カナダ。こんなに表情豊かな魚を見るのは初めてかもしれない。アメリカ。頭を傾ける仕草がやばすぎる。こんなに可愛い生物が存在したなんて。カンボジア。あの子たちが実在するなんて信じられない。誰かが何か可愛いものを作ったとしか思えないもん。チリ。名前はポニョにしちゃっていいと思う。カナダ。餌が目の前に落ちてきた時に一番可愛い表情をするのが面白い。オーストラリア。
ダンゴウオは日本国内の水族館でも飼育されています。ダンゴウオを見られる水族館をいくつかご紹介いたしましょう。まずは静岡県の下田海中水族館。これらの水族館ではダンゴウオの繁殖に力を入れており、公式 SNS でもその可愛い姿を発信しています。続いては新潟県の上越市立水族博物館海がたり。ダンゴウオやダンゴウオの仲間のコンペイトウなど約30個体を展示しています。漁業関係者から譲ってもらうだけではなく、飼育スタッフ自らが日本海で採取しているそうですよ。最後にご紹介するのが青森県営浅虫水族館。水槽にホタテの貝殻を入れており、ダンゴウオたちが貝殻にくっつく姿を見られます。売店ではダンゴウオのマスコットも販売中。興味を持った方はぜひ出かけてみてくださいね。日本の固有種。魚類以外にも日本には数多くの固有種が存在しています。日本の固有種である動物は131種類、ガラパゴスの110種類よりも多いのです。なお、日本と同じく島国のイギリスでは固有種はあまり見当たりません。固有種の多さが全て生態系の豊かさにつながるわけではありませんが、日本は豊かな生き物の宝庫であると言ってよいでしょう。日本の固有種の動物は大きく3つのタイプに分けられます。1つ目は小笠原諸島や西表島などのように島が何万年も前から隔離された中で独自に進化したタイプ。沖縄県の西表島で発見されたイリオモテヤマネコなんかが有名です。ネコ科の原始的な特徴を持ち、生きた化石と呼ばれるイリオモテヤマネコ、国の特別天然記念動物に指定されています。他には小笠原大コウモリやカラスバト、ヤンバルクイナ、メグロなどもこのタイプの固有種です。2つ目は太古の時代に生きた祖先種の形状を色濃く残しながら日本の各地に細々と生き残った、いわゆる生きた化石と言われるタイプ。例えば特別天然記念物の日本カモシカはパンダに負けないくらい珍しい動物。氷河期時代からの生き残りで生きた森の化石や森の哲学者などと呼ばれています。他にはライチョウやオオサンショウウオなどもこのタイプの固有種です。3つ目は現在でも日本列島の森林にごく普通に生息しているタイプ。代表的なのはハタネズミやアカネズミ、ヒメネズミ、エゾヤチネズミなどのネズミ類です。これらのネズミは食物連鎖の底辺に位置し、他の動物に食べられることによって日本の森林の多様性が守られているのです。他にはアオゲラやセグロセキレイ、ヤマドリなどの鳥類、ムササビ、ニホンウサギなどもこのタイプの固有種です。まとめ、今回ご紹介した以外にも日本にはまだまだたくさんの固有種が存在しています。しかしその中には人間の活動によって絶滅の危機に瀕している種もいるのです。日本の固有種を守ることは世界の生物多様性保全にもつながる重要な問題。豊かな自然や貴重な生物たちを守るためにも、生き物を無理やり捕まえたりペットを逃がしたりしない、森や海にゴミを捨てないなど、私たちにできることから少しずつ実践していきたいですね。また日本だけでなく、海外の固有種や絶滅危惧種を守ることも大切。海外へ行った時には密猟した動物や違法な取引で捕獲したと思われる動物の加工品などをお土産に買わないようにしましょう。一人一人の小さな努力の積み重ねが貴重な生き物を守ることにつながるのです。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。